おはようございます、るいです。あー眠たい眠たいね。まだ外は暗いしさ、寒くなってきたからさ、布団から出るのがだんだん嫌になってくるね。うん、っていう5時39分、今日は10月の15日です。金曜日です。うん、今日も何にもお弁当ないから、ちょっと楽、うん、ゴミとかもないから楽、うん、何もないから楽で、今日ね、なんかね、お天気がいいって言ってたからさ、なんかお布団とか干した方がいいとかさ、昨日お天気さんが言ってたからさ、タオルケットね、うん、私がお昼寝とかああいうのに使ってるタオルケットをちょっとお洗濯しようかなーみたいな感じで思っております。はい、そんな感じ。あー眠た、眠たいね。で、なんか今日は特に一番なんか寒い朝なんですって。まだ外行ってないかわかんないけど、なんかリラックスタイムはもしかしたら寒いかもしれないね。うん、ということで今日一日ね、何があるかわかりませんけれどもね、よろしくお願いいたします。外出てきました。寒いです。はい、そんなびっくりするぐらい寒くはないけど、半袖だと寒いっていう感じ。風もそんなにきつくないし、ちょっと寒い、うん、それなのに冷たいカフェオレという、もうそろそろ温かいねコーヒーを立てるようにしようかな、うん、寒いわカフェオレね。で、今ね、カラスちゃん、カーカー言ってんだけど、どこにいるんかわかんないのよね。カーカー言ってんだけど。あ、寒いわ、やっぱり。なんかね、あ、いた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 。なんか寒暖の差が激しいから気をつけてくださいって昨日ね、テレビのニュースでやってたの。本当に寒いわ。ほんでさ、ニュース、昨日のニュースなんですけどね、福井のニュースなんですけど、載ってるかな、福井のガソリン価格急上昇っていうことで、レギュラーが164円で、ハイオクが175円で、軽油が142円というすっ濃い値段で、昨日私ガソリン入れてきたんですけど、私は会員のなんかで157円で入れたかな、なんですけど、あと2割も上がる予定なんですって。で、ガソリンや灯油が高値で、運送業界、温浴施設は悲鳴って、あと2割上がると緊急事態っていう風に書いてあって、7年ぶりに高知水準となったことを受け、福井県内の石油製品を扱う各業界から影響を懸念する声が上がっているということで、県内の平均小売価格、1リットルが2020年5月18日に127円90銭まで下落したんだけど、今160円台に突入ということでね。で、過去最高値は、8年の8月の185円の90銭。高くないですか？もう200円なっちゃうよね。高いね高いねって言ってたのよ、ガソリンが。これ福井だけですか？皆さんとこどう？1リッターいくら？福井は164円です、今。高いわ。高い。あ、ちょっと待って、白い貨物ちゃんが来たから、ちょっと待って、急にだから、ちょっと待って、あ
白いかまつちゃん、白いかまつちゃん、白いかまつちゃんね、白いかまつちゃんよ、ありがとう、今日は見れたよ。はい、見れました。長いね。はい、ということでね、シロツクカモツちゃんはちょっとね、こちらに収める時間はなかったから急遽スマホで撮りましたけど、最近よく通るね。昨日ももやってる時、もやってる時に白いカモツちゃんが通ったから、最近は青のカモツちゃんがレアなんかな。白いカモツちゃん、今これ今日のインスタであげますけど、インスタのストーリーであげますけど、寒いわこれ。あ、いたね。あ、いたいた、大きな子。あ、いましたよ、いましたよ。ちょっとね、映しちゃう？大きな子の方。ちっちゃい子見えないけど、ちょっと映すね。ちょっと映すね。で、望遠だから、ちょっと音がうまく入らないからね。これよ、この子。この子は大きい子ね。大きい子がいます。ほら、なんかちっちゃくちっちゃくしてるでしょ？かわいいね。はい、いつもここに来るのよ。なんかの照明の上にね、いますね。もう一匹はいないけど、あ、ぼーっとしてる、ぼーっとしてる。ほらほらね、寒くても来てくれた、嬉しいね。はい、カラシちゃんのね、元気な姿も見れたことですし、私は寒いので中に入りたいと思います。これからはやっぱ外出てくるときはもうちょっと暖かい服装にして外出てこないと。私今これなんですよ、ほら、なんていうの、出てこみたいなさ、短いの履いて、そしてこんな短いのをしてるからもう鳥肌立ってんの。寒っ。うわ、変な鳴き声、カラスだけど、うわ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 っつってる。はい、じゃあ入ります。カラスちゃん、またね、またね、また会おうね。次男がね、4連休なのよね、来週だから、そこのうちのどこかで福井県の大野市っていうところに、なんかね、道の駅ができたらしくて、その道の駅がなんかね、母が行きたいっていうから、そのところに行ってきたいと思うんですよ、次男と一緒に3人でね。で、なんか大野行くまでに勝山市っていうところがあって、そこの勝山市ってところに恐竜博物館があるのよ。だからもし予約が取れるんであれば、恐竜博物館行ってこようかなっていう話をしております。で、まだね、予約は取ってないんだけど、ね、久しぶりだから、もうずっとコロナだったし、私もね、ずっと行けてなかったから行きたいなっていう風にね、思ってて、今からワクワクしております。でね、その日なんですけど、天気見たら雨なんですよ。で 90% で、前にも動画で言ったけど、外にもね、オブジェみたいなのがあってね、恐竜博物館の外に。だからそれなんかは撮影とかできそうな感じなの。だからさ、恐竜博物館行きたいんだけどっていうね、興味のある方なんかに、どんなところなのかっていう風なのさ、撮影できる限りでさ、写していきたいなと思っているんだけど、もし雨でね、うまく写せなかったらごめんね。たら予約が取れたら、まあ行きたいなっていう、ふうに思っております。緊急事態宣言もね、緩和されてるから、ね、もう今行けるかなみたいな感じで思って計画を立てております。またね、
カラスちゃんのツーショットです、今日のね。いつもこの2匹、あら、行っちゃった。はい、この子とね、下どこ行ったかな、どっかにね、いるはずなのに、いないね。どこ行ったんだろう、今下降りたね。はい、一瞬だけどツーショット映せました。はい、長袖着たよ、寒いから。まだちょっと寒い、日中はきっと暑くなるんだろうけど、今は眩しい、眩しいけど、寒いから長袖、カーディガンね、半袖の上にカーディガン着たみたいな、そんな感じ。今日はね、もうほんといっぱい洗濯したから、たくさんあるんだけど、こういうちょっとね、ほら襟とかがあって厚めでちょっと乾きにくいのとかは下に干します。これね、いつも履いてるリラコ、リラコね。で、こういうごっつめの T シャツ、この脇の部分が乾きにくいのよ、脇の部分ね、ここ。今日はね、バスタオルハンガーも準備しました。追加するって言ったんだけどね、まだね、行けてないのよ、セリアに。だから、まだちょっと足りないけど。このね、このね、タオルケット、これ重たいんだ。綿毛布っていうのかな。これを今ね、洗濯したから干すね。てくれるといいけど、乾くかな。はい、完了でございますね。乾くといいな。はい、じゃあ中入ります。はい、お洗濯物がすっかり乾きました。ごっつい綿毛布を洗ったんですけど、すっかり乾きました。で、明日雨みたいだから、今日のうちにね、干せてよかったなみたいな風に思っています。で、今もうね、夕方の5時12分で、もうそろそろご飯の用意を始めなきゃいけないので、もう今日なんかね、手続きとかで1日潰れちゃったんですよ。なんで、ショート動画撮る予定だったんですけど、撮れなかったので、またね、次の機会撮りたいと思います。それではね、今日はキャベツとかお野菜を入れ、玉ねぎとかね、お野菜入れて野菜スープを作りたいかなっていうふうに思っております。それではまた皆さん、明日お会いしましょう。バイバーイ。